頭痛い。アスピリンかなんか頭痛薬ない？三流ブランドですごく効くのがあるよ。ほらこれ、ブランドもの300錠の値段で600錠買えて、効き目は全く変わらないんだ。絶対お得さ、おすすめ品だよ。このスモークサーモン、カナダのノバスコシア産で1ポンド24ドル95、それが14ドル12になるんだ。全部必要経費で落とすからね。だから友達の代わりにお得意さんを呼ぶというわけ。皆さん、ブリーチーズ食べてよ。室温に慣らしてあるから。ブリーには少し暑いかな。ルイス、私もう帰る。ああまだ早いよ。ねえ、二人で踊ろう。そうすればみんなも釣られて踊るから。オッケー。ああ続けて、またお客さんだ。テッド、アネット、いらっしゃい。大歓迎だ。さあコート貸して。みんな、テッドとアネット、フレミングさい。あら、どうも。テッドは自分でカーペットクリーニングの会社をやってたんだ。でも自己破産しちゃってね。アネットは失業保険を受けてる。ちなみに現在住宅ローンの残りは15,000ドル。ほんと幸せな夫婦だ。さあみんなで楽しくゲームをしよう。犬を連れてきたの誰？確かクマが出たな。次の自治会で問題してやるから、ペットは飼ってはいけない規則なんだ。入れてくれよ。入り口はどこなのよ。中に入れて。おい誰か、中に入れてよ。ワンちゃん、こっちに来ないで。毒フード買ってあげるから。